listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表の嵐あきらさんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。嵐さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。雨寒い寒い、帰りたい。急にゴールデンウィークどうやったんですか？ゴールデンウィークお仕事やってましたよ。僕の仕事断ってこっちの仕事してたんですよね。はい、そうですよね。はい、ね、はい、何回電話しても行きませんって。はい、ありがとうございます。お仕事頑張ってました。はい、本当ですか？はい、どうだったんですか？どっか行きました？もう全部仕事？仕事です。あ、そうなんですか？鹿島行ったり、あ、宇都宮行ったり、ね、はい、鹿島に行った時大変でした。なんでなんで？3日に、はい、試合をこう見に行ったんですね、はい、うんうん、こう岩田戦だったんですけど、はい、で天気が良くて、はい、ゴールデンウィークの後半戦のスタートだったんですよ、うん、はい、で、うちから鹿島まで普通は2時間弱ぐらいで行けるんですね。それがもうとんでもないです。何時間？世界新記録。はい、お願いします。4時間半。かかりすぎ。間に合ったんですか放送は？え、間に合ったんですか放送？あ、試合は、はい、間に合ったんですけど、その前の、はい、こうイベントは、はい、終わった、はい、時に着いたので、はい、間に合いませんでした。ものすごかったです。すごかった。もう全て渋滞、ほとんど、はい、あ、そうなんですか。びっくりしました。ゴールデンウィークね、はい、まあ、僕ちょっと大阪行ったりとかしてたんですけど、はい、空港はそこまで、まあ、普段より混んでますけど、はい、そこまで混んではなかったです。まあね、ユースさんね、はい、あ、もうVIPだもんね。夜ね、こう赤い絨毯がさーっとね通ってね、いや、そんな皆様どうぞってね。いや、そんな言われたことないですよ。そうね、大体保安検査で渋滞ってば、そういうのあれでしょ。いやいや、もうね、こう経験したことないですからね。いや、ありますよ、ほぼ渋滞です。もう SP がついて、あ、みんな、みんな、みんな、でしょ。渋滞ですから、ね、すごいすごい、怖いな。今日もよろしくお願いします。ますでは、アシスタントまずはどうぞ。はい、いきますね。はい、はい、どうぞ。ママ、いつも食べること、あなたのハートも食べちゃいたい。元アイドル、現在舞台を中心に活動中のくのりゆきです。よろしくお願いします。誰も拍手してないですよ。皆さん、はい、僕いいですか、帰ってもらう、はい、いや、僕ね、考えたんですよ。奈良さんのやつも考えました。脳内いつも金のこと、あなたの金も食べちゃうぞ、奈良橋明です。どうですか、いいでしょう。もう一人いらっしゃる。じゃあ、まあ、もう一人どうぞ。もう一人、もう一人。はい、私は今ダンサーとして活動しているゆうかと言います。ちょっと最初にとてもキャラの濃いちょっと紹介があって、はい、若干戸惑っております、ね、戸惑いますよ。そうですね、これどうすればいいですかね、この空気を。でもなんかほら、はい、もともとどっかで働いてたじゃないですか。あ、それ言ったらあかん。あかんですね。残念です。それは皆さん、それはダメですよ。何を言ったらあかんのか。じゃあ、三好さんのね、いじりがすごいね、もうすごいから、もう伏せることにしました、ね、何を言ってくれるか分からないですよ。ドストライクなんですよ、はい、いじりが。そうです。あ、でも好きな動物はウサギです。もう空気感をね、柔らかくして、はい、よう分からない2人ですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして本日のスペシャルゲスト、渋谷シティ FC から酒井翼さんにお越しいただきました。お願いします。酒井と申します。よろしくお願いします。さあ、酒井さん、本来ちょっとね、社長がね、はい、来る予定だったんですけど、なんかね、トラブルが、そうですね、トラブルがトラブルで、はい、トラブルが、まあまあ仕方ないですけど、ね、トラブルがトラブルで、はい、うん、ちょっとね、厳しくなった、はい、ということで、はい、代わりに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。酒井さん、今この渋谷シティ FC でどういう立ち位置にいらっしゃるんですか？はい、一応役職としては取締役、セールスダイレクターという形で、すごいカタカナ言葉多くなってるんですけども、かっこいい、まあ、なんか運営全般プラス、はい、メインスポンサー営業みたいな形で仕事をさせていただいています。まあ、だって若いでしょ。はい、今27です。27で取締役役で、年収が3000万。全然ないです。すごいよね。こういうと、結婚してるんですか？全然してないです。あ、全然してない。すごい、もう乗りまきちゃう。乗りまき、いやいや、ね、ありがとうございます。すごいよ、若い。すごいですよ、取締役ですよ。言ってみたいですよね、取締役。いや、本当に言ってみたいですよ、うん、ダイレクターセレクターみたいな、何でしたっけ。
ダイレクターですね。ダイレクターですよ。ちゃんと覚えてくださいよ。ダイレクター覚えてください。まずもう本当にね、はい、皆さん人生中途半端ですよね。ダイレクターですよ。ダイレクターね。はい、はい、すごい。スポンサー集めどうですか今のこの時代。おかげさまで本当にいい調子というか、皆さんについていただいているところ。このご時世に。そうですね、今、まあ、個人の方含めてなんですけども、はい、180社ほどいただいてまして。すごい。本当に皆さんの支え合ってなんとか。いやいや素晴らしいですよね。やっぱり高井さんの尽力があってこそ。翼ですから名前まで、はい、これで野球やってたらびっくりしますけどね。いますよ。だっていますいますよ。翼で野球なんで名前でそれで翼翼ってつけんだ。翼でサッカー選手、はい、それもなんか決まり事あるんですか。ありますあります。あるんですか。なんかこうキャプテン翼法律では、はい、翼ってつけた時はもうサッカーをまずやらせる。なんかちっちゃい頃から一番最初プレゼントはボールやって決まってるみたいですよ。あ、そうなんですか。はい、書いてありました。坂井さんもそう。でも実際、実は最初始めたのはサッカーと野球両方始めました。ほらやっぱり。でも結局サッカーに来たでしょ。そうですね。いじめられてね、野球行くと。そうなんですよ。ほらってわけじゃないですけど、ま、サッカー、はい、野球やってもいいやろ、翼で。いいんですけど、結局野球行くと野球部の中でお前翼だったらサッカーやってこいよって言われていじめられるんですよ。知らないですけど。ほら、なんすべて適当ですよね。適当、なんかイメージ、そういうイメージじゃないですか。もう話を持って、さらに持ってね、すべてを持って、今ここにありでしょ。いやいや、ないですね。ミユスさん。今の渋谷 CFC はどこの立ち位置ぐらい、はい、リーグで言うとですね、今、J1 リーグから数えると、はいはい、今7部ですね。J7 に相当する東京都一部リーグというところに、うん、東京都一部。これもし今年昇格したら、はい、関東リーグに。そうです。関東2部というところになります。でもう一回だったら関東一部。関東一部で、それ上がると、はい、上がると JFL JFL という、まあ、全国のアマチュアリーグがあって、その上が J3。 そうです。そこあれですか、入れ替え戦とかありますよね。そうですね、おそらく何年かしたらもう自動昇格じゃなくて入れ替え戦に、うん、JFL から J3 はなっていくと思います。そうですよね。その入れ替え戦が大変なんですよ。なんでなんですか。なんか勝てない勝てないっていうか、はい、まあまあそれもあると思いますけど、こう厳しいね、こうシーズンをやっぱこう終わって、うん、また入れ替え戦でまたこれやっぱり上のリーグの下位チームですけど、うん、やっぱ強いチームじゃないですか、はい、力的に。これでも1年頑張ってきて入り返せて1試合だいたい1試合か、まあ、ホームアンダーウェイで2試合か、うん、2試合、はい、それで決まるってなかなかちょっとね、はい、その1年がこれかって、うん、もう天気の地獄です、ね、なりますけどね、はい。大体そういう入れ替え戦って上位リーグのチームの方が有利なこう決まりになったりすることが多くて、うん、そう。あ、例えばどう、例えばだから、うん、まあ、例えば J1 とこう J2 のこうプレーオフあるじゃないです か、うん、だから J1 のなんかドローでも OK とか、うん、そういう感じです。あ、なるほどね。そう、J2 は絶対勝たなきゃいけないっていう、うん、そういうアドバンテージは、うん、J1 の方が上の方のリーグの方があるみたいな。まあでも目指す J リーグなんですか、それともまあ、ね、やっぱそうなんですか。はい、それはそうですよ。でも結構有名な選手とか元 J とかいるんでしょ。います、ね、います。奈良さんも知ってる方だから、田中選手とか、はい、田中フロンターレとか。田中雄介ってなんか聞いたことありますよ。聞いたことでしょ、はい、どこのチームでしたか、元々フロンターレ、はい、あと岡山ですよね。そうです。とかマリノスとか、はい、セレッソ大阪とか。セレッソいましたよね、はい、聞いたことあります。サイドバックとかセンターバックとかですよね。そうですね、はい、ポリバレントの選手、うん、あ、そう。サッカー見に行ったことあります？ありませんっていう感じですよ。サッカーはプロのやつやね。プロのはない。誰の見に行ってるんですか？プロのはない。どこの誰の見に行ったんですか？プロの誰の見に行ったんですか？誰の見に行ったんですか？プロのはない。プロのない方が難しくない？学生時代とかに。何時代？学生時代、はいはい、やっぱ当時付き合ってた人とか、そう、なんかこう応援とか行きたいじゃないですか、そういうの。付き合ってた人いたんですか？いましたね、いましたよ、ちゃんと一応。なんかそれなんかほら、なんかね、あ、そうなんですか。でも今はいないんでしょ。今はちょっとね、今までバチェラー候補がいるんです。そうなんですよ。今の年収3000万。ちょっとアピールしたかないと。俺もちょっとアピールしてね、ほんとね。ミユスさんもアピールするんですか。また持ってるね、ライバルまた持ってますよ、話ね。どうですか、サッカーは。サッカーはないですね。私も高校生の頃に、はい、始まった。あんたら全然サッカーじゃないやん。青春、ね、青春、青春。サッカー関係あらへんやもん。野球ないでもほら、皆さんね、逆考えると、はい、やっぱほら、サッカーやってる選手と付き合ってたっていう、やっぱサッカー部は人気ある。あ、サッカー部のイケメンがいたっていうことでね。
でしたね、っていうことですよ。多かった、やっぱり。そういうことですよ。じゃあちょっとこの続きはいろいろ聞きたいんで、そうですね、はい、あの曲の後行きましょう。じゃあ、はい、オープニング曲お願いします。はい、それではヨノアでキャンディストアです。さあここからは今月のピックアップスポーツです。今月はまあ J リーグとちょっとねお二人の好きなスポーツなんかも聞いていきたいし、はい、っていうところをね、はい、お話しできればと思います、はいはい、まずは J リーグ、はい、現在鹿島がトップ走ってます、はい、負けちゃいましたでもね広島に広島にね、はい、
でもまあ今2位がフロンターレということなんですけど、まあでも ACL あるんで、はい、そこの、試合数も、はい、が違うところありますけどね、うん、はい、まあでも ACL ね、フロンターレ悔しいね。いやね、グループステージ敗退だったんで、はい、珍しいって言ったらあれですけど、やっぱアジアでは勝てないジンクスが若干ありますけど、まあ難しさは、うん、まあ、あるんじゃないですかね。あとどこでしたっけ、残ってんの。神戸、神戸と、でも神戸、浦和、F マリノス、はい、どっかが当たりますよね。浦和と、はい、F マリノス、え、どうしたっけ、どっか当たりますね。どっか当たります、ね、はい、で神戸が今現在最下位、はい、まだ勝ってない。今勝てないですね、リーグ戦は。そう、リーグ戦勝ててないですよね、はあ、難しいですね。ダッツさんがね、やめてっていうところもあるんですけど、ロッテニア監督になりましたけど、だから直近の試合もガンバに負けてますし、はい、やっぱ難しさはね。だからなかなかこうイニエスタが素晴らしいアシストを出しても決める人がいないとかね、はい、ちょっと大迫選手のね、まあ、だから攻守で、まあ、噛み合ってないところはね、うん、やっぱあるんじゃないですかね。少し時間かかりますか。でもかかるかかかるかって言ってるうちにね、総格というのも見えてきますから。そうなんですよ。その難しさはあるんで、だからやっぱりワールドカップあるんで、うん、はい、今年は、ね、今年そうですね、やっぱ短期、はい、なので11月ぐらいに終わり、あ、10月ぐらいか、はい、に終わっちゃうんで、一体ね、はいはい、じゃあそういった意味でもまだ大丈夫、まだ大丈夫とはもう言えないんじゃないですかね、うん、そうですよね。 J リーグちょっとね、神戸がね、本当にどうなるかっていうと、今年の優勝はどうですか。このまま鹿島行きますか。いや、行かないと思います。行かないですか。はい、はい、行かないと思います。もう一回フロンターレがここから、まあフロンターレっていうか、どこが、まあ、目的には F マリノスが、はい、来そうかなみたいな、まあ、来そうかなっていう感じ。え、どういうところがいいですか、マリノス。まあ、やっぱアタッキングフトールっていうか、うん、そういう中でもそれやっぱりこう攻撃も早いですし、はい、でそこでやっぱりこう新加入組もこうやっぱりフィットしてて、うん、ところがすごく感じるんで、まとまりがいい、まとまりがいいですし、なるほど、まあね、ACL も上に、はい、まあ、行ったんで、うん、来るんじゃないかなという。この後でも、はい、ちょっと選手層とかのところもね、まあ、結局 ACL はありますから、はい、その辺でどうなっていくかっていうのは ね、 そうですね、逆のパターンもね、まあ、まあ、優勝争いもそうですけど、うん、やっぱ ACL 争いとか、あと降格とかね、うん、でそういったこと含めて、だからやっぱり、まあ、僕のね、古巣も湘南も、まあ、苦しんではいますし、 ね、 そ う、 ね、うん、そういった意味でも頑張る。名古屋とかもちょっと苦しんでるんで、はい、名古屋が苦しんでるんですよね。勝ちきれないところがあるん で、 で、ね、現状そこの難しさは、ガンバもそうかな、うん、そんなに勝ててないんで、言うほど勝ててないというところもありますから、はい、まあ、今年はワールドカップということもあるんで、サッカーがね、盛り上がってくれれば、ね、ブラジル代表がそうなんですよ、来ますから、すごいらしいですね、チケットが。あれでしょ、もう完売ですよ。僕結構すごい頼まれましたよ。そうです。あ、え、頼まれた。 いろんな人に。もうないで、あ、持ってるんですか。頼めるんですか。いや、あ、え、なんかそういう風になんか見られてるみたいな。元代表だから、はい、入るんでしょ。なんとかなんないのって言われたら、いや、無理です。で、無理だ。そんなないですよ、僕には。あるでしょ。ないですよ。1枚ぐらいあるでしょ。え、1枚ぐらい。1枚ぐらいありますけど。もうあるんや。あ、まあありますけど。ちょっとくださいよ。いや、もう頼まれましたから。あ、そうなんですか。はい、もう先着順です。先着一番じゃないですか。はい。え、いや、行かないでしょ、そんな。絶対行かないでしょ、一人でブラジルで、ブラジルが来ても絶対行かないでしょ。まあ、それ行かないです。どこであるか。でしょ。あそこですか。いや、国立ですよ。国立。あ、国立。はい、行かないでしょ。行かないでしょ。行く行くしても、行きたい、行く行くしても行かないんだから、あなたは。いや、聞いた。僕今一番行こうと思ってるのは渋谷シティ FC の練習と試合をね、うん、行こうと思ってます。行こう、一緒に行かへん。行きたいです。すごいから。応援しに、応援とかね。僕練習ちょっと参加しますよ、ぜひ。お願いします。あ、僕言うけど、スポーツメンタルトレーナーとか資格持ってますから。すごい。はい、そうなんですよ。ボディメイクインストラクターとか持ってるんで、何なりと聞いてくれたら、トダッチにちょっと言っといてください。三好が来るぞと。いよいよあいつが来るぞというか、なんでそんラジオでそんな顔してる人います。え、生放送でこんな嫌そうな顔してる人。いや、また始まったから。行きます。いや、行った方がいいですよ、奈良さん。ま、見に戸田さんやってるんやったら来てもね、行きたいです。参考にね、参考に。難しい練習してますから。僕でもようやく理解できるかできないかだと思いますんで、はい、たまにご飯行ってるんですけど、はい、何言ってるか分かんないですよ、試合のそのあれが。練習のね、あれすごいんだよ。すごいんですよ、細かいというかね。坂井さん、どんな感じですか、戸田さんは。戸田さんは、いや、まあ、どんな感じって言われてもすごい難しいんですけど、でも本当こう、厳しくもありつつ、でもユーモアもあって、うん、ユーモアあるんですか。すごいあります。結構ダダ滑りでしょ。
滑りつつでもまあみんなすごい、まあ、そこも含めて一応笑ってくれるんですか。そうですね、あ、一応って感じまあそうですね、言うとこでやっぱり選手もあの坂井さん含めスタッフさんも、はい、結構あれですよ、最初はちょっとこう、はい、怖い人だなっていう、怖いというか、まあなんかやっぱり解説者と赤髪のイメージがやっぱり、うん、はい、あの時ね、で話しにくいな、ちょっと怖いタイプなのかなっていうのは思って、ちょっと最初はこう、なんていうんですかね、身構えてたんですけど、でも戸田さん側からすごくこうフランクに来てくれて、なるほど、あの練習、あのすごい印象的だったのが、一番最初の練習合流するときに、はい、あの昨シーズンの試合の映像全部何試合か送ってたんですけど、うん、選手の顔と名前全部覚えてきてたんですよ。やる、すごい、学校の先生もそうね、したらいいって言うじゃないですか。すごい、すごい、それすごいっすね。すごいです。気持ちいいもんね、選手からしたら嬉しいしね、はい、そうなんですよ、はい、あ、君何番の、あ、誰々ね、よろしくねみたいな感じで、もう戸田さん側から来てくれて、あ、そうなんですか、それでみんな心掴まれました、完全に掴まれた、それはすごい、勉強ね、しっかりともう予習してるってことですよね。そうですね、はい、すごい大事ですよ。いや、皆さん予習の4文字ないでしょ。僕は見に行きますから、いよいよ、いよいよです。一緒に行こう。行きましょう。あ、行こう。お待ちしてます。坂井さん、はい、あの、本当に、うん、いや、行ったら、はい、あの、僕に連絡をください。あとで、あの、名刺渡すんで。本当にこの人、口だけですからね。違う。行く行くって、どこにも行ったことないですから、試しが。さあ、そ、気をつけてくださいね、本当に。いや、違うんですよ、行きたいんですよ。もうね、本当口から生まれてきたことですから。もうこのラジオでね、もう何十回、何百回、何千回も行ってますけど。行ったことはないです。本当に。確かに。来てくれって言われても行ったことはない。はい、はい、じゃあ、行きます、行きますって、口だけですもんね。いやいや、そう、口だけ、いや、本当に行ったら、やっぱちょっと邪魔かなと思うんですよ。ね、まずいいわけ、これいいわけ。行ってね、戸田さんとか、戸田さんとか言うとね、いや、何しに来てんとか言われても嫌やなと思って、それも言い訳を考えてる。言い訳じゃない、言い訳じゃない、完全そこは行きたいんですよ。だから行きたいし、もう行ってちょっとで盛り上げさせてもらえるならね、行きたいなと思った。盛り上げなくていいです。いや、一応こう撮影とかさせてもらえるんだったら、それ盛り上がるかもしれないですから。坂井さん、しっかりほら、はい、撮影とかはね、はい、これ NG って言われてる。いや、僕が出ない、別に僕がこう喋るのいいでしょ、解説すんの。あ、もういい、じゃあ、まあ、たまに僕も出ますけどね、試合にミニゲームとかにね、出ます。三好さん、はい、どうぞ。あのね、はいはい、どうぞ。本当に、はい、もうやめよやめよ、本当に。それは失礼だから。いや、渋谷シティの戸田さん含めて、はいはい、選手の皆さんをリスペクトしないと。いや、めちゃめちゃしてますよ。もうね、適当。いや、だから、ちょっと分かりました。じゃあ、3、2、1、向こうにおるやん、向こう、違う。あ、選手から聞きましょう、はい、話を。じゃあ、ここでね、はい、ここで、はい、いや、いやって言えるわけないじゃないですか、これで。いや、だから、もう今からちょっと僕の、まあ、後輩みたいなもんですわ、プレーで言う、はい、ちょっと出てもらう、3、2、1、はい、どうぞ。選手が登場しました。こんにちは。お願いします。お願いします。さあ、渋谷市 TFC の柴村直哉選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柴村です。久しぶりですね。いや、久しぶりですよ。お久しぶりですね。ね、久しぶりです、はい、久しぶりです。いや、ちょっと今ね、もうええとこ来ましたよ。あ、ね、本当ですか、はい、はい、僕がね、ちょっと行きますと、試合というか練習にね。あ、嬉しいです。お、ほら、今聞きました。それは嬉しいです。一回やったことあるんですよ、サッカー。あ、そうなんですね。もう柴村さんがぜひちょっと来てくれへんかと。はいはいはい、はい、そのプレーだったら十分ですと。いう話です。いや、じゃ、これほんまなんですよ。いや、全然リフティングとかできないですよ、これマジで。カメラ回ったら全然ダメですよ。リフティング全然ダメです。全然ダメだったんですよ。何の技もなかったですね。でも、これ僕も柴村さん、技ないですから。僕で、あ、ないわ、確かにないわ。ないで、ないで、走るだけしかない。ないで、その走るだけ。オーバーラップのタイミングは抜群じゃないですか。あ、そうなんです。まあ、そこだけ。そうそうそう、クロスとラフプレーと。ラフプレーはあまり一応ないですけど、やっぱり。あ、本当に一緒ですか。正確なクロスとオーバーラップのタイミングは。正確が悪い。悪いです。正確なクロス。高橋さん、柴村さん、はい、もう帰っていいですか。聞いたことないでしょ、途中で帰ってって。いや、もういいじゃないですか、もう。これで、もう前代未聞で。前代未聞。はい、いやいやいや、途中で帰るっていう。勉強させてもらってました、子供の頃。奈良橋さんのプレーを見て。え、ポジション違うでしょ。でも、あ、でもサイドバックやってました。あ、そうなんですか。はい、ポリバレンズ。右サイドもやってました。え、ポリバレンズです。すごい、ポリバレンズですから。イケメンですから。え、ポリレント
なんてポリバリエントってね、そのね、ちょっと待って、え、そんなにホラ吹いて、はい、ポリバリエントを知らないんですか。ポリバリエントしてますよ、ユリアバレンスもう、もう、もうサッカー用語の、そっからもう、知らないでしょ、勉強して。わかんないほら、ちょっとこう、ま、ポリバリエントって、はい、いろんなポジションできることを今言って、あへー、なんかこう、おなんかいろんなとこできる、なんて、なんで、オーソリティじゃないでしたっけ、なんかそんなユーティリティね、えユーティリティ、ユーティリティこれはあれ、あのね、あのスポーツ会社、はい、あのそれはあれでしょ、はい、オーソリティでしょ、そう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 違う、あ、違ってます、もうすべて適当なんそうなんです、だから一回ちょっとね、今日、え、今日練習はなかったんですか、今日はオフです、昨日が試合だったんで、あ、昨日試合で、はい、恐怖次、そのほら試合もしなかったでしょ、昨日試合だったけども、いやそれはあれ相手知ってます、僕はしっかりチェックしてますよ、僕も知ってますよ、昨日の試合どこですか、昨日の試合どこですか、相手、昨日はあそこですよ、はい、どこですか、東京と今一部一部でしょ、はい、あそこですよ、どこですか、あのあいつのとこですよ、ほら浦和レッズにいた、どうですか、長いのとこです、それは神奈川県ね、あいつ神奈川県、神奈川県ね、はい、はい、じゃあもう次の話するえ、天皇杯は、あ、天皇杯は今年はないんですよ、はい、え、なんで、あの天皇杯コロナの影響で去年から本当はあの天皇杯予選は東京と社会人のチームもみんな参加できてたんですけど、はい、試合数がたくさん多くなるじゃないですか、うんうん、でコロナの影響でそれだけ試合数を重ねるのは東京の中で難しいっていうのがあって、はい、東京と一部リーグの去年の上位の何チームかだけより上しか あの予選に出る権利がないんですよね、あ、そうなんですかじゃあ今年はもう全然出れない、そうなんですよ、その予選に出る権利がなかったっていうことですね、もう終わっちゃいましたよまあでも決まりましたからね、ね、すごいね、カズさんとこ出ますから、うん、すごいですよね、そっ言ってくださいね、ちゃんと、はい、うん、なんてなんてちゃんと言ってくださいね、練習、どっちの渋谷渋谷行きます、行こう、待って、もうじゃあぜひぜひ、もう月日決めよう、月日、うん、何月日って月日決めよう、月日って日時でしょ、決めよう、うん、月日決めよう月日月日ってあんま言わないですけどね、うん、月日決めよう、決めよう、決めます、うん、いや試合いつ練習に行った方がいいですかね、練習もそうですね、両方行きましょうか、ぜひね、練習と試合ね、こちらも来ていただけるのであれば、はい、ちょっとユニフォーム1枚か用意して貸してくださいよ、あ、ユニフォームじゃね、練習、それ練習着はどんなんでもいいんですか、練習着は黒い練習着があって、じゃあそれちょっと一枚用意してもらって、はい、あ、じゃあ僕の持ってきます、何歳行きます、スケジュール合えばね、ほら始まって自分だけスケジュール合えばスケジュールあるからやらしくないじゃん、いや僕はだって言ってないじゃん、だっていやちょっと行きたいなって言ってるだけでしょ、え、行きたい、戸田さんとちょっと話したいでしょ、いやしたいですけど、うん、行けないだって日だってあるかもしれない、大体暇でしょ、あ、え、え、え、もうね、怖いこの人は、一緒に行きましょう、じゃあ奈良さんが行ける日にします、ね、いやいや、僕別々、いや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 、僕別々がいいもん、いやいや、なんで、いやいや、僕別々がいい、なんで別々がいい、絶対別々がいい一緒に、なんでこれ喧嘩してんのなんで喧嘩してんのちなみに平日の平日火水金の9時から11時で午前中、はい、朝やってます、練習9時9時から11時起きてます、9時に寝てるってどんな生活なんですか、起きてないでしょ、火水金、火水金の9時から11時、場所どこでしたっけ、場所が渋谷区スポーツセンターが多くて、あとまあ他に都内のグラウンドいくつか、あ、そうなんだ、ね、渋谷区ね、渋谷ったら全然ね、はい、近いから行けますね、なのでそのタイミングでまたご確認いただければ、はい、あ、わかりました、はい、この日は、この日はここでありますっていうのをちょっと撮影とかしてるんで、 YouTube とかもちょっとだけ軽く、はい、で戸田さんちょっとインタビューしたりとかもいいですかね、はい、あ、じゃあ行けます戸田さん高いですよ、え、戸田さん高いですよ、そんなのちょっと一回飲みに行ったらいいんでしょ、別に高いですよね、お酒でも高いですよ、戸田さん戸田さんあんま飲まないんじゃないですか、あ、でもね、あ、飲みます、この間二人で行った時、まあ、でもそんなこんなの飲まないですけど、軽くは、軽くですけどね、二人でちょっとね、じゃあ行く前に連絡してくださいね、はい、戸田さんに、戸田さん連絡します、行きますからっつって LINE しときますから、はい、そこはちょっと2人の話もね、聞きたい、なんかこうね、はい、スポーツ、なんか興味あるスポーツっていうのね、スポーツ、最近ゴルフにハマりました、え、ゴルフ、ゴルフ、サッカー選手ゴルフやってる方ね、多いですよね、多いですからね、はい、そうなんですか、はい、多いです、多いです、だってなんか動くじゃないですか、サッカーって、うん、常にボールが、はい、でもゴルフって常にこう、ポンって置いてあるじゃないですか、はい、なんかちょっと感覚違くないですか、ゴルフやってる人多いです、え、塚村さんやります、
僕やってないんですね。僕もやってない。僕やってない。坂さんも全員やってない。ゴルフ話して。でもチームによってはチームの中のゴルフ部があったりしますね。ジェリーのチームとかでも。そう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 。結構誘われますけど全然僕ゴルフやってないんで。そうなんです。みんなゴルフ好きなんですもんね。え、ミュウさん。やってそうな、やってもいいぐらい、うん、やってもいいですか、なんで、うん、や雰囲気的にあ、本当ですか、ゴルフやってそうなお腹ですすごい下手そうなお腹ね、動かなくていいですかね、あんまりね、はい、朝起きるととかもしんどいですよ、 あと練習感がダメでしょ、いきなり行ってね、打ちっぱなしから始めんとあかんから、それもちょっとあれやし、なんかちょっとなぁとは思いますけど、最近だとこうね、足でやるフットゴルフとかも ありますね。フットゴルフあんの、すごい、ゴルフの足、サッカーボールみたいなのボールで足でやる版があって、それだったら多分できる、できる、ボールの役でできるよ、ボールの役でそう、蹴られる方で蹴られる方でいいじゃないですか。フットゴルフ実は結構女性の方があのスコア良かったりするんですよ。なんでなんで、やったことあるんですけど、あんまり距離遠くないんですよ。あ、だ飛距離は必要なくて、ああそう、キック力とか関係ないやん、あんまり全然関係ないです、結構その繊細さとか あの大事だったりするんで、サッカー経験者がすごいもうなんかすごいスコア叩いちゃって、でもなんか一緒に来てる女の子がすごいいいスコアだったりとかみたいなこととかあったりして、いや、奈良さんできますか？僕繊細ないですもん。ね、奈良橋さんうまそうですよね。ダメ、絶対もう繊細も何もないですもん。でも多少のあれコントロールはあるでしょ？いや、ダメ。え、やったことないでしょ？やったことないですけど。やってみ、いや、ちょどこでやって、どこにあるの？でも奈良橋さんあれですよ、ね、あの鹿島の後輩の青木。いや、やってますよね。始めましたよね。結構やってるんですね、奈良さん。だから、あの安倍俊之さんも。あ、いろいろやってるんですね。やってます。どうですか、なんか興味あるスポーツとかありますか？私はキックボクシングです。あの誰もやってないそう、キックボクシング あの試合をこの間見に行く機会があって、もう本当に面白かったし、なんか格闘技あんまり見たことなかったんですけど、すごい同世代の選手の皆さんがすごいなんか命かけて戦ってる、なんか大きな話があったらなんか近くですごい、あの近くのいい席でなんか見せていただけて、結構バチバチ、もうバチバチで、もうすごい刺激を受けて、もうそこからボクシングとかキックボクシングとかにすごい興味を持って、はい、見るようになりました。友達やってましたよ、キックボクサー。あ、そうですか。僕だって自慢ですもん。なんで？後楽園ホールの上に登りましたもん。リングの上。何したんですか？結構有名だったんですよ。あ、そうボクシングで。で、チャンピオンで、なんか花束贈呈。奈良さんがやったの？花束贈呈。一応なんか元日本代表の奈良さんが。あ、そこそこ。めっちゃ眩しいっすよ。あ、ライトが。スポットライト。めっちゃ眩しいっす。で、めっちゃ熱いっす。あ、ライトが。はい。でちょっと体触っちゃったんですよ、うん、でも焦りもう塗りまくりで、ね、べっちゃべちゃで、あ、触んなきゃよかった確かにこれはそうですか。まあちょっといろんなスポーツがね、ありますんで、ぜひ皆さんね、挑戦してみてはいかがでしょうか。では続いての曲お願いします。はい、続いての曲はシホレインボーさんで Hey You です。
さあここからは奈良橋三好のこの商品にアシスト。さあということで今回ご紹介する商品はのり巻きせんべいということで、これね亀田製菓さんのお菓子なんですよ。なんか昔アニメにいましたキャラクターですね。あ、ドクタースランプ、あられちゃんの、はい、のり巻き、あられちゃんののり巻きせんべいっていう。そうです、ね、そんな人いるんですか、キャラクターは。あ、そうですか、はい、なんで知ってるなんで俺がそう、なんで知ってんだろうなと思って。なんで知ってる、年齢リメイクのアニメ。あ、リメイク、よかったよかった、時代です、ね、あ、そうですか、ちゃんとちゃんと、ね、なんか年嘘ついてるのかなと思ってねはい、ということで亀田聖華さんって言えばね、ハッピーターン、ハッピーターン、うん、ね、サッカーでいうとどっかスポンサーアルビレックス、ね、新潟、はい、新潟でも J2 でしたっけ、はい、ね、今首位、今首位、今首位、え、今首位、首位、はい、あ、じゃあ上がってくる可能性はまだ長いです。あ、そう、 J2 はまだ長いです。まだまだここからまだ分からないですか、はい、ですです。え、3チーム上がってきましたっけ、2チーム、今年はどうなるんですか。2でありがんですよ、プレーオフ、プレーオフがね、はい、じゃあ3位と、J1 の10、はい、5位か16位か、はい、のチームが戦う感じ、はい、ね、3位から6位までので、すよね、でプレーオフして、またあれ、ね、そこでトーナメントして、トーナメントで、ね、人の中で1チームだけっていう、ま、過酷な過酷なね過酷なね、プレーオフがもう上がってくるのが大変ですかね、落ちたら、そこでまた戦うんですからね、ね、またね、はい、プレーオフですごい大変だったところ、のり巻きせんべい、のり巻きせんべい、はい、ちょっといただきたいと思うんですけど、ちょっとどういう商品か説明まずはお願いします。はい、本日ご紹介するのはおせんべいや柿の種など米菓でおなじみの亀田製菓さんののり巻きせんべいです。のり巻きせんべいは子供からお年寄りまで年代問わず人気のおせんべいです。その魅力はかつおだしの効いた醤油の深みある美味しさが楽しめること、濃すぎず薄すぎないちょうどいい味付けで、噛むたびに甘じょっぱさとお米の風味が口の中に広がります。はい、では続いてお願いします。はい、また1個ずつ個包装されているところも人気の秘密です。パリッとした海苔の美味しさが損なわれにくいと大好評。しけったりせず、いつでも鮮度抜群の状態で味わえます。持ち運び用やお茶受けとして出すときにもぴったりです。ぜひお試しください。はい、ということで、じゃあ早い、食べてんの早い、毎回毎回毎回もそのくだりばっかり、待ってみたらもう食べてる。どうですか、じゃあ食べてくださいね。いや、いただきます。醤油、醤油です、醤油、そりゃ醤油醤油味でしょ、これそもそも醤油味、うん、はい、醤油、醤油風味がすごいです。でもカツオだしとどうですか、マッチしてるんじゃないですか。うん、ね、うん、うん、まあせんべいにね、そんなに違いはないでしょうけど、うん、でもこの亀田製菓さんのお菓子って美味しいじゃないですか、うんうん、まあハッピーターンはじめね、いろいろありますから、この特にこうおかきとこのせんべいはね、美味しいと思いますけど、柿の種もね、あ、そうですね、柿の種とか、うん、いいですよね、海苔もパリッとしてますね。あ、いいですか、美味しいです。海苔がパリッとして、柴村さんも全てを分かってますね。なんかショップ狙ってんちゃいますの、なんかやらしい、なんか合いますよね、ショップレポとかね。確かにね、はい、ほんまになんか僕かに無理だから。そうね、俺は、ね、食べるだけ食べて、食べるだけ食べて、もう言う前に食べてるから、はい、無理、ね、無理だ、美味しい。女性でもおせんべいとかちょっと食べたい時期あるんじゃないですか。あります、あります、ね、たまにね、うん、ちょっと食べたい。大好きです。あ、大好き、大好きです。女性ってどういう時食べたいんですか、おせんべいって。例えば、うーん、甘いもの食べた後に。まだ食べんの甘いもの食べて、もう一回食べたありますやっぱしょっぱいものとか、ま、そうそう食べたもういいやろ。でもこう肉を置くんですよ、ケーキとここにせんべい置いて、うん、ケーキ食べて、うん、とかこう一個ずつのシュークリームだこれ食べて、またおせんべい食べる、そうそうそう、そっち食べたらまたシュークリーム食べる、何やねんそれ、エンドレス、エンドレスや、エンドレス、エンドレスの体が、そうそう、エンドレス、はい、これお酒の体、ああ、違う、あ、ちょっと違う、ちょっと違いますね、できてるものがね何がおかしいねんな。どうですか、スポーツしてる時とかって何かこう、まあ、栄養補給とかあるじゃないですか、はい、何か食べたりしますか。そうですね、まあでも おせんべいとかも結構、おせんべい食べるの、カラカラになれんの。スポーツ中には食べないですけど、そりゃそうやねん、スポーツ中には食べないですけど、おせんべい食べる人いないでしょ。いや、ね、いや、飲水タイムじゃおせんべいとかそんなやつないでしょ。高橋さん大爆笑してるじゃないですか何食べてんのあの人、せんべい食べてるわこれハーフタイム、ロッカーとかで、はい、せんべい食べてるバリバリボキボキ言うてね、はい、バナナとかですか、ね、何食べてます、はい、
カウンター中、ロッカーでせんべい食べてるでロッカーで食べてはないですよね。バナナ、ゼリーとかね、バナナとかで、まあ、消化のいいものですよね。そうですよね、はい、水分補給とかやっぱり結構気にしてますか？そうですね、今の時期特に、はい、その喉がまあ乾く前に飲むというか、うんうん、まあ、試合とか練習の前に水分を取っておくという。島村さん今大変じゃないですか、試合ゲーム中とか。ほらあのポジションなんか真ん中のポジションの人はあんまり水がないじゃないですか。そうですね、そういうのもありますね。サイドのポジションの選手だと取りやすいですけど、うん、真ん中のポジションの選手だとそっちまで行くなかなか行かないので、うん、なかなか取れなかったりするっていうのはありますね。大変ですよね。そうですね、僕ね、あの サイドやったもんね、もう飲み放題ですよ。いや、そんな飲まないし。いや、ほんと飲み放題ですよ。まあ、飲み放題ですよ。だったら、まあ、僕あのサイド、スローインドセンやったら、で、ボールボーイさん、はい、ね、ボールボーイがボールくれるんですけど、はい、ちょっと、あ、ちょっといい、ボール、まだいい、まだいい、って言って、水飲んでから、水飲んでから、ちょうだい、ちょうだい。あれ、中の飲み物って、今はもう水だけになりましたけど、以前はあの違うものを入れてても、スポーツドリンクとかもありでしたよね、昔は。今水だけなんですか？今も水しかダメ、あの、芝生がよ、ね、はい、芝生によくない、こうちょっとこうね、かかると、はい、みんな白紙こうね、かけたりするからベトベトなるもんね。あ、もう今完全にあれですか、もう水だけ、完全に水だけですね。なので以前はあの静岡の練習とか行って、うん、高校と対戦したりとかすると、はい、お茶が置いてありました、うん、周りに。すごい、静岡お茶はペットボトルの中身がお茶だったり。すごいすごい、やっぱこのね、現地とかで、ね、そのご当地の確かに。お茶。お茶。で、おせんべい食べて。ちょっと食べないでしょ。食べないでしょ。おかしいな、思って。ロッカーで食べないでしょ。ロッカーでは食べないですけど、はい。試合の前と、前とか、まあ、はい。前日とかに食べたりとか、そういうことはありますね。はい。お茶と一緒に。お茶と一緒にね、ちょっとね。はい、みかんがこうね、で、こたつの中でね。いいですね。そういう試合前にね。ドラマ見すぎ。ドラマ見すぎ？ドラマ見すぎ。あ、そうですか。こたつって言わないか。え、ナイさん家あります？こたつ。ないです。あのね、あの奥さんの実家にあります。あ、まあ実家はね、掘りごたつ。え、めちゃくちゃいいじゃないですか。うん、あ、そうなの。掘りごたついいじゃないですか、足こう、うん、ね、入れれたら。僕膝もう全然ダメなんで。膝がダメ？膝はもうダメなんです。もうおじいちゃんですから。曲がらないですか？曲げたくないです。曲げたくない。曲げたくないっていうか、もう軟骨がもう、あ、もうあ、ないんで。軟骨がないんですか？なんでないんですか？でも、もうやりすぎて、膝。サッカーを？え、それ結構いますよね、島村さん。あ、そういう方も、はい、います、ね、軟骨がない人、軟骨すり減っちゃってっていう、うん、膝結構もうボロボロする、ボロボロ、うん、もうボール蹴れないですか、あんまり。いや、蹴れますけど、正座とかダメですもん、絶対正座無理です。痛いんですか？痛いっていうか、なんか曲げにくいですよ、もう膝が、はい、おじいちゃんなんで。おじいちゃん、はい、ちょっと膝だけ、膝だけね、はい、ね、姉さんは体中全部です。僕は体ちょっとおかしいですね。ですよね。はい、まあでも試合は行きますから、1月の10日か10日24日。24日。はい、だから、はい、あの僕、今だからスケジュール見て、姉、さんがもし10日に行くんだったら、僕は24日。だ、どっちなんでそらしたいどっちかって、一緒に行きましょうよ、はい。渋谷区スポーツセンターで。スポーツセンターで。お待ちしてますので、はい、ぜひ皆さん、行ってみてください。はい、ではここで一旦 CM です。私たちロップスは元サッカー日本代表選手を講師に迎え、小学生を対象としたサッカー教室を開催しています。考えて表現するを基本方針として、子どもたちの未来のためにサッカーを通してさまざまなことを学んでほしい。一流の選手からサッカーのプレーばかりでなく、さまざまなことを体験し感じてほしい。そんな思いを込めて、私たちはサッカー教室を用意しました。その場を名付けて坂の場ロップスは、この坂の場で子どもたちの未来を原動力に、学びと表現力、そして感動を提供していきます。ロップス、ということでエンディングとなりました。ちょっと僕がサッカー見に行くことが決まりそうですね、いよいよ。すみません、今おせんべい食べます。え、おせんべい食べます。おせんべい、ほんまに食べてるかずっと食べてる
美味しいんだよ。美味しいでしょ、美味しい。10日か24日ね。10日か24日、4月の10日、日曜日ですね、じゃあ。4月。日曜日です。10日と24日、両方とも日曜日ということで、はい、渋谷区スポーツ、スポーツセンター。スポーツセンターで、はい、何時からですか？ですね、まだ確定はしないんですけど、はい、おそらく10時から10時半ぐらいにキックオフになると思います。キックオフで、はい、ということで大丈夫ですか、そんな朝早いですけど。全然全然早い。10時って僕もあれですよ、もうそんな大丈夫です。なんか午前中三好さん似合わないですよね。そうなんですよ、ね、ネオンの方が似合うんです。ですよね。いや、ですよ、出ちゃいますよ。夜に動くタイプですもんね。そうですね、だからもう打ち上げの方に行きますね、やっぱりね。あ、何がですか、ほら、何がやっぱり違う違う、言い訳地味なことをちょっと打ち上げます、行けます、お酒飲めるもんね、もう大好き、大好きあんた酔っ払うでしょ。いや、意外とそんなに冷静食べる、冷静な感じ。お酒飲みます、はい、少しなら多少行けます、行けます、はい、じゃあ夜のすいません、夜のキックオフをちょっと見ていただいて、はい、こういう人なんですよ。ほんとこういう人、ね、夜のキックオフでちょっとじゃあこういう、ほら渋谷で、ほら渋谷で夜のキックオフ。はい、それは配信していいですから、別に来てないですから。いや僕が、はい、大丈夫、もし10日に4月10日に行くとするじゃないですか、はい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 、で昼行って、はい、で三好さんが夜行きますって言ったら、ね、はい、もうスタッフさんと、はい、戸田さんとか島村さん全員に、あの皆さん行かないでください。なんでなんですか。別にいいじゃないですか、飲むの。そこは絶対いますから。で、はい、チームで飲んだりします、あんまないですか。あ、でももうあのコロナ以降はないですね。確かにそうですね、はい、だからそれでもしクラスターでって言ったらね、何してんねんってなりますもんね。だから夜なんかないですよ。いや、でももういい、もうでもね、だから昼来てください、朝、うん、ちょっとそれはちょっとほら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 、じゃあ絶対来ない、行きます、絶対来ない。ちょっとまあスケジュールはもうね、そういう人だと思われますよ、絶対。いや、もう思われてますけどね。ですよね、分かってます、長い付き合いなんて分かってます。分かってます、分かってます。行きます、いよいよです。いや、本当に行くんですか、じゃあ。スケジュール、僕はスケジュールが合えば行きますよ。でも、日曜日なんか J2 ですよ。はい、そうだ、スケジュール見てですよ。見てね、はい、10日と24、はいはい、午前中10時半ぐらいから、ちょっとホームページとかで、またね、はい、そうですね、随時ホームページ、SNS で情報を発信していただければと思いますけども。じゃあ、今年の目標はちょっと島村さん、どうなんですか。どこまで行きます、どうします。今年はもう昇格です。そろそろそうです。来ましたよ。ね、もちろん。あと何試合残ってるんですか。結構残ってるんですか。結構残ってますね。今何位なんですか。今あの 3連勝で、3試合やって3連勝なんですけど、試合数とかの兼ね合いもあるので、あ、まあね、とか得失点差とかあって、今2位ですね。2位得失点差で、おすごい、はい、で1位しか上がれないんですか。ですね、今年はちょっとレギュレーションが複雑でして、うんうん、3段階あって、リーグ戦がまず最初、10チーム中4位内にまず入らないといけなくて、うんうん、で今度、うん、もう一つ10チームのブロックがあって、うんうん、で合計8チームで、その上位4チームずつが、リーグ戦をやって、ややこしいですね。そうです。で今度そこで3位内に入ります、うん、で最後関東昇格トーナメントっていうのが、あの神奈川とか千葉とかの上位チームと全16チームでやって、それで決勝まで行けば昇格できます。いや、そこであれですよ、もし神奈川県でほら、はやぶさイレブンが来たら、うん、そうですね、あ、そうです、そういうことです、はい、ね、対戦する可能性もありますね、はい、あー、そういうことか。なんかレギュレーション、めんどくさいですね。いや、めんどくさいですね、今のね。すごいめんどくさいです。皆さん、なんか言ってくださいよ、そこ。誰に言えばいいんですか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 。一応、この番組で一番ね、言っときましょう、まあ、ちょっともうちょっと間接とか、簡易的なね、分かりやすいやつにしてくれたら僕ら応援しやすいですから。僕はもう東京都ではもうね、あの渋谷式典 FC をね、はい、応援してます。言ってくださいね。はい、言っておきます、はい、もうずっと言ってますから、はい、ありがとうございます。何や言ったら渋谷シティ、ありがとうございます。渋谷シティがあるって。いや、ありがとうございます、ね、言ったわけないでもね、ほらこの間ほら小倉さんともね、ちょっとね、選手仕事をね、はい、一緒に行きました。そうなんですね、オグンチーム負けましたから。オグンのチームは JFL じゃないですよね。違います、三重のなんたらリーグ、多分中国じゃなくて、あ、そうですね、東海リーグ、東海リーグ、東海リーグです、まだ。じゃあこっちで関東リーグ、そうですね、そうか。で去年あの決勝大会に行きました、地域チャンピオンズリーグに、あー応援に行きましたよ。あ、しました、西川校に行きました。おー、そうですよ、ということでね、はい、ちょっともうサッカーいよいよ渋谷スティ FC が、はい、また一歩階段をね、登るかもしれませんから。登ってますから、登ってますから、今途中ですから、はい、これで落ちないように僕探し支えてますよ。 ありがとうございます。これこうやって支えてます。縁の下からトークで、縁の下トークで支えていただいて、はい、今日社長来るんかなんか来おへんし、緊張したでしょ、ね、緊張したです。はい、ということで
ぜひ皆さんホームページ等あると思いますんで、ぜひ会場までね、試合会場まで行っていただきたいというふうに思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。